え、家を購入した。そんなお金どこから出したのよ。私は旦那の返答を聞いて絶句した。そしてとある決断をした。待ってくれ。こんなことになるなんて思わなかったんだ。許してくれ。泣いてすがる夫に私は冷たくこう言ってやった。許すはずないでしょ。地獄に落ちな。私の名前はのぞみ、40歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して8年になる。私たちの出会いは仕事関係で、同じ会社の違う部署にいたのだが、とあるプロジェクトで一緒の仕事をしたことがきっかけで距離が縮まっていった。そして私たちは付き合い始め、交際をして1年半ほどが経った頃に結婚に至った。私たちは同い年ということもあり、共通の話題が多く価値観なども似ていた。そのため、彼とは一緒にいられてとても落ち着いた。そんな彼と結婚することになり、とても嬉しかったのを覚えている。結婚してからも私は幸せを感じていた。夫からは、結婚したら専業主婦になってほしいとお願いをされたので、私は寿退社をして主婦業に専念することに。仕事に未練がなかったわけでもないが、専業主婦も経験してみたいと私は思っていた。そのため私は主婦になってからは家事を一生懸命に頑張った。夫は私が掃除や料理を頑張っていることを評価してくれて、よく感謝してくれた。いや、本当に助かるよ。のぞみのおかげで毎日すごく快適に過ごせているよ。料理も美味しくて、家に帰ってくるのが楽しみだよ。そう言ってもらえて嬉しいわ。私は夫に褒めてもらえるのが嬉しくて、毎日家事を頑張った。そして結婚してから2年ほどが経った頃、娘の舞が生まれた。娘はとても可愛くて天使のようだった。割と早い段階に娘が生まれたので、結婚と同時に仕事を辞めて正解だったなと思う。おかげで夫婦2人での生活を満喫することができた。娘が生まれてからは家事と子育てを並行してやっていかなければならないので結構大変だった。娘は夜泣きがひどかったし、すぐに体調を崩した。それでも私があやすと笑顔になってくれて本当に可愛かった。夫も娘のことを可愛がってくれて家族3人幸せに暮らしていた。だが娘が3歳になった頃、私たちの環境がガラリと変わってしまうことに。え、転勤。ああ、来月からなんだけど。そんな急じゃない。単身赴任をするの？いや、それは大変だから、のぞみたちにもついてきてほしいんだ。え、私は転勤先についてきてほしいと言われて戸惑った。確かに今回の転勤は地方で、単身赴任になったら夫が帰ってくるのは毎回大変だろう。だけど、これから娘が幼稚園に上がるってタイミングで、そんな風に引っ越して環境を変えなければいけないのは躊躇してしまう。私だってせっかくママ友ができて、また新しい生活が始まりそうだったというのに。私たちもついていってどうなるの？社宅とかちゃんとあるの？ああ、それは心配しなくていいよ。広い家に住めるから。え、どういうこと？とにかく俺についてきてほしい。夫は家についてちゃんと説明をしてくれなかった。だが娘のことを考えると、父親と離れて暮らすのはかわいそうなのかもしれない。私はそう思い、夫についていくことに決めた。そんな中、私は夫の転勤先の地方を聞いて疑問に思っていたことがあった。ねえ、もしかして転勤してから住む家ってあなたの実家？夫の転勤先は夫の地元だった。もっと早く気づいて聞くべきだったのだが、単身赴任が嫌だという夫についてきてほしいと言われたことで、いろいろと考えていたら気づくのが遅れてしまったのだ。私がそう聞くと、夫はニヤッと笑ってうなずいた。やっと気づいたか。そうだよ。これからは親子3世代で楽しく仲良く暮らすんだ。夫はそうやって楽しそうにしていたが、私は頭を抱えた。同居だなんて大事なことはもっと早くに相談してほしい。いやというか、転勤先についてきてほしいというのも夫は結構無理やり決めていた。だから、私には拒否権がなかったかもしれない。それにこの時、まだ私はそこまでこの同居生活を問題とは思っていなかった。義両親とは正月や盆などでしか会っていなかったが、その時に嫌な思いをしたことはなかったからだ。また、義両親も孫と一緒に暮らせるのは嬉しいことだろう。それから私たちは義実家に引っ越した。お母さん、お父さん、今日からよろしくお願いします。ああ、こちらこそよろしくな。のぞみさん、それじゃあ、早速部屋を片付けるのを手伝ってくれるかしら。はい。義両親は最初は私に対して普通に接してきた。特に嫌味を言ってきたり、横柄な態度をとってくることもなかった。だから私は同居生活も悪くないと思い始めていた。義両親は娘とも楽しそうに遊んでくれるし、私が家事で忙しい時に娘の面倒を見てくれるのはすごく助かる。同居なので家賃だっていらない。社宅よりも安く済むので、同居生活は正解だったかもしれない。だが義実家で暮らし始めて半年ほどが経った頃、問題が起きた。舞ちゃん、おもちゃ買ってあげるよ。ずるいぞ。じゃあ私はお菓子を大量に買ってあげよう。義両親は娘のことを可愛がってくれていたのだが、かなり甘やかしてもいた。そのため、何でもかんでも買ってあげようとしていたのだ。さすがにそれは教育上良くないと私は思ったので、義両親にあまり買い与えすぎないようにと注意をした。お母さんたち、娘を可愛がってくれているのは嬉しいのですが、あまり甘やかさないでもらえますか？この子にはわがままになってほしくないんです。しっかりと教育をしたいのでご協力をお願いします。だが私がそう言うと、義両親はとても不機嫌な顔をした。どうしてあなたにそんなことを言われなければならないのかしら。私たちが孫とどう関わろうが私たちの勝手だろ。嫁の分際で私たちに指図するな。義両親はそうやって私に怒ってきた。正直ここまで切れるとは思わなかったので、私はびっくりしてしまった。だが私も母親としてちゃんと娘を教育したい。そのことを考えると、義両親に好き勝手させるわけにはいかなかった。指図ではなくお願いです。娘には、楽して何でも手に入るような感覚が癖ついて、努力しない人間にはなってほしくないんです。だが義両親は、嫁に命令をされたというのが気に食わないようで、全然話を聞いてくれなかった。気分が悪いな。調子に乗ってるんだろう。そうね。この家に住まわせてやっているというのに生意気だわ。そうやって私に悪態をついてくる義両親。私は仕方なく仕事から帰ってきた夫に相談をしようとした。しかし、義両親が先回りしていたようだ。母さんたちから聞いたぞ。お前が生意気な態度を取ったってな。ちょっと待ってよ。私は前に何でも買い与えないでくださいってお願いをしただけよ。あなただって、舞がわがままな子になったら嫌でしょ。それはお前がちゃんと教育すれば済む話だ。母さんたちの楽しみを奪う口実にはならないだろう。そんな。夫は義両親の味方になって私のことを責めてきた。そしてそれから義実家の人たちの態度はどんどんひどくなっていった。ちょっとこの棚の上がまだ汚れてるんだけど。専業主婦のくせに適当な家事をしてるんじゃないわよ。おい、お茶を早く持ってこい。使えない嫁だな。そうやって私を毎回怒鳴りつけてくる義両親。私にとって義実家はとても居心地の悪い場所となってしまった。そして夫ですら私に対してひどい言葉を言ってくるようになった。母さんたちを怒らせてばかりで本当にどうしようもないな。仕事で疲れて帰ってきた俺に愚痴るとか何考えてんだよ。お前がちゃんと家事をしないのが悪いんだろ。夫は義両親の言葉を全て鵜呑みにしていて、私の話は全然聞いてくれなかった。そして夫が義両親に好き放題させるので、娘にも何でもかんでも買い与えていた。私はただ娘を正しく教育したかったからそうやって言っただけなのに、どうしてここまで邪険に扱われないといけないのだろうか。その後も義実家の人たちは私に対してひどい態度をとってきた。だが私は簡単に離婚はできなかった。今の私の状態では娘を引き取って育てることも難しい。義実家の人たちは娘をとても可愛がっているので、あの手この手を使って娘の親権を取ろうとしてくるだろう。そうなった場合、結婚してからすでに5年以上も働きに出ていない私はかなり不利になる。そういったこともあり、私は離婚という選択肢を取ることができなかったのだ。私が抵抗をしてこないことをいいことに、義両親はどんどんひどい態度や暴言を吐くようになっていた。同じ人間とは思えないほど、彼らの態度はひどかった。一縷の望みをかけて、義両親にこんなことを言われて辛いと夫に相談をしてみるも、夫はお前が悪いと言って私を責めるだけ。夫に相談をしても完全に無駄だということが分かった。それからは娘だけが私の希望だった。幸い、娘はわがままな子には育っていなかった。義両親から甘やかされても、私の言うことはちゃんと聞いてくれるし、二人でスーパーに買い物に行った時も、お菓子コーナーの前でダダをこねることもしない。とりあえずは、娘がいい子に育っていてほっとした。それに娘は、義両親とも私とも分け隔てなく優しく笑顔で接してくれた。だが、義両親はそれが気に食わなかったようだ。どうして私たちの方が舞を可愛がっているのに、あなたにも笑顔を向けるのかしらね。分かったぞ。私たちの見てないところで、あんたもいろんなものを買い与えてるんだろう。なるほど、そうに違いないわね。私たちばかり責めて本当に卑怯な女だわ。根も葉もないことを言って、騒ぎ立てて私を責める義両親。本当に性格が悪いというか、どうしたらそんなにも妄想を膨らませて怒ることができるのだろうか。どうせ夫に相談しても無駄だろうな。私はただただ義両親が理不尽に怒ってくるのを、聞き流すことしかできなかった。そうして気がつけば数年が経っていた。娘も6歳になり、自分で物事を考えていろいろと話せるようになっていた。小学生になってから、義両親の甘やかしによって性格が変わっていかないか私はとても心配だった。だがそれについて考える前に、私にとって予想外の出来事が起きた。お父さんが。それは母からの電話だった。父が急病で倒れたというのだ。私はすぐに病院に駆けつけた。だが父は助からずに、そのまま息を引き取ってしまった。私はとてもショックで悲しかった。実家にはあまり帰れていなくて、今度の正月にでも娘を連れて、ちょっとでも顔を見せに行けたらいいなと思っていたところだ。それなのにどうしてこんなタイミングで。それから母と葬儀の手配と準備を進めた。人望が厚かった父の葬儀には、たくさんの人が参列してくれた。だが義実家の人たちは来てくれなかった。私が夫に連絡をしたところ、とんでもない返答が来た。だって葬儀って退屈だし、お前の親に情なんてないからな。でもせっかく忌引休暇が取れたし、母さんたちと舞と4人で家族旅行に行ってくるわ。はあ、何言ってるの。妻の父親が亡くなったって時に信じられないんだけど。だから俺たちは別に関係ないしいいじゃん。舞の面倒をちゃんと見てるんだし、お前にとってもありがたいことだろ。じゃあそろそろ飯行くから切るぞ。そう言って夫は電話を切った。ありえない。私は一気に夫に対して幻滅した。そしてその後、夫はとんでもない行動に出るのだった。父の葬儀を終えて、遺産についてなど様々な手続きも無事に終了させた。それまでは私は義実家に帰りたくなかったので、自分の実家で母と寝泊まりをしていた。そしていろいろと手続きが終わった頃に、義実家へ久しぶりの帰宅。あら、帰ってきたの。そのまま向こうに行ったまま、帰ってこなければよかったのに。またムカつく顔を毎日見ないといけないのか。義両親は私の顔を見るとそうやって罵倒してきた。本当に相変わらずだ。そして夫は全くの無関心というか、私が久しぶりに帰ってきてもいつも通りだった。もう私のことなんてどうでもいいのだろう。私も義実家の人たちなんてどうでもいい。娘さえ連れ出すことができれば、私は今すぐにでも義実家を出て行きたいほどだった。そんな中、最近義両親がやたらとウキウキしているのが気になった。私に対しては相変わらず暴言を吐いてくるのだが、なんだかとても楽しそうなのだ。私は気になったので、夫に聞いてみた。すると夫から驚きの発言が飛び出した。高級マンションを購入して、もうすぐ引っ越すから喜んでるんだよ。え、家を購入した?私は耳を疑った。義両親は正直言って、そこまで裕福な家には見えない。義父は平社員として退職したし、一度転職しているから退職金もあまり多くないらしい。義母は専業主婦を貫いておきながら浪費癖があるので、あの感じだと貯金も難しいだろう。だから高級マンションを購入するなんて難しいと思う。そもそもローンも組めなくない?そこは大丈夫。現金で一括購入をしたからな。え、現金。そんなお金どこから出したのよ。すると夫はニヤッと笑った。お前が相続した遺産からだよ。え?いや、お前の父親、地味だと思っていたのに随分と溜め込んでたんだな。マジで5000万も持ってたとかびっくりだわ。私は旦那の返答を聞いて絶句した。ちょっと待ってよ。私の口座のお金を勝手に使ったってこと?何をそんな驚いているんだよ。俺たちは夫婦なんだから、お前の金を俺が好きに使おうと勝手だろ。信じられない。ここまで最低な男だったなんて。私も知らなかったのだが、父は多額の資産を持っていた。後で聞いたところ、株などの投資によってかなりの額を貯めることができ、それを私と母に半分ずつ遺産として相続してくれたのだ。遺言書には、娘の学費や私の老後の資金として使ってほしいと書かれていた。それなのに私の大事なお金を勝手に使って、義両親にマンションを購入するなんて。私は夫のことを軽蔑した。そしてとある決断をした。絶対に地獄に落としてやる。私はそれからすぐに弁護士に相談をした。弁護士の方は熱心に話を聞いてくれて、いろいろと計画を考えてくれた。私は実は義実家の人たちから罵倒され始めた時に、その音声などを録音したり日記に残すようにしていた。そして夫に相談した時に、全く話を聞いてくれなかった時の音声も録音し、日記に残していた。そうやって、夫が私との結婚生活をちゃんと守ろうとしていないことが証明できると思ったからだ。こういう切り札を持っていれば、娘を連れて離婚に切り出せるかもしれないと考えたのだ。そして今回の勝手に私のお金を使って、マンションを義両親のために購入したことも、離婚には使えるだろう。弁護士の人と話を進めて、私は準備を整えていった。それから義両親と夫が今にいるタイミングで、私は離婚を切り出した。もう限界です。私は舞を連れてこの家を出て行きますので、離婚してください。私が離婚届を渡すと、夫は驚いていたが義両親と一緒に笑った。離婚は大いに歓迎するよ。だが、舞は俺が親権を持つ。そして、母さんたちと高級マンションで仲良く暮らすんだ。最高ね。厄介者を追い払って家族で暮らせるなんて。そう言って勝ち誇った顔をする義実家の人たち。とりあえず夫が離婚届を記入してくれたので、私はそれを持ってすぐに役所に提出をした。それからすぐに荷物をまとめて実家に帰り、弁護士を雇って夫に対してモラハラによる慰謝料と、私の口座の金の5000万と娘の親権を私がもらうことの要求をした。おいおい、俺がそんなの認めるわけないだろ。モラハラだと。適当なことを言いやがって。夫がそう言ってきたので、私は今までたくさん取りためた音声を聞かせた。これが証拠よ。そしてモラハラとして十分に訴えられるそうよ。夫は動揺していた。いつの間にこんなものを。だが5000万については俺は問題はないだろう。夫婦の共有財産なんだからな。何を言ってるの？遺産は共有財産にはならないのよ。え？だから、私の口座から勝手にお金を盗んで使ったのと一緒なの。5000万そっくりそのまま返還してね。じゃないと、あなたたち大変なことになるわよ。夫の顔がどんどん青ざめていく。だけど、俺と離婚したらお前は舞と会えなくなるぞ。親権は働いている俺がもらえるに決まってるだろう。母さんたちが日中の子育てをしてくれるしな。それについても大丈夫。私、おばの会社で事務員として働けることになったから。だから私が引き取っても何の問題もないわけ。それに今までのことを踏まえたら、教育上どちらが引き取った方が娘にとっていいか、第三者的な目線でも明らかみたいよ。私が親権を勝ち取ることがほとんど確実だそうよ。そんな。待ってくれ。こんなことになるなんて思わなかったんだ。許してくれ。夫は涙を流して私に土下座をしてきた。泣いてすがる夫に私は冷たくこう言ってやった。許すはずないでしょ。地獄に落ちな。そう言って私は弁護士と一緒にその場を去った。その後、私は無事に娘の親権を勝ち取り、実家に戻って3人で暮らせることになった。元夫へのモラハラによる慰謝料と、勝手に使った5000万の返還要求も問題なく通った。元夫と義両親は仕方なく高級マンションを売って、そのお金で私に支払いをしようとしたそうだが、マンションは3500万と売り値が安くなってしまったらしい。そのため元夫たちは1500万分マイナスとなった。さらに娘の養育費やモラハラの慰謝料もあり、元夫は3000万ほどの借金を背負うことに。すでに義実家も売りに出していたため、現在は家族でボロアパートに住みながら、ひたすら借金を返す日々を送っているそうだ。こんなはずじゃなかったと毎日文句を言い合い、喧嘩ばかりして近所迷惑となり、今住んでいる家からも追い出されそうなんだとか。まあ私にはどうでもいいことだし、ちゃんとお金さえ支払ってくれればいい。一方、私は娘と母と3人で、とても仲良く幸せに暮らしている。娘はとてもいい子に育っているので、このまま母と一緒に娘の成長を見守りながら、私は仕事を頑張っていこうと思う。たかが35万で偉そうにしてんじゃねえよ。低学歴の寄生虫はとっとと出ていけ。わざわざ向こうから出ていけと言ってくれるとは。ありがとう。私は笑顔でそう言って荷物をまとめた。夫の顔はどんどん青くなっていく。もう今更何を言っても無駄だからね。あとは一人で頑張って。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫の雅人とは結婚して2年になる。彼との出会いは高校時代に遡る。私が入っていた漫画、アニメーション同好会に後輩である彼が入ってきたことがきっかけだった。私が3年生の時だったので、1年間しか一緒にいなかったが、それでも彼とは趣味思考がとても似ててよく話していた。学生時代には付き合うことはなかったのだが、久しぶりに同好会の人たちで集まろうという連絡があり、みんなで集まった時に私と彼は再会した。それはちょうど私が30歳の時のことで、マサトもすでに会社員としてバリバリ働いていた。学生の時はあどけない雰囲気だった彼も、社会人となり凛々しさが出ていた。その時に再会したことをきっかけに、私たちは仕事後に食事に行ったりするようになった。見た目の雰囲気もお互いに変わってはいたが、二人で会うと学生の頃のような感覚になる。趣味嗜好が似ているからか、一緒にいてとても落ち着けたのだ。忙しく働いている中でも、彼とたまに会えると私は心が癒された。それから、私たちは何度か会った後に付き合うことになった。そして順調に交際を続けて2年ほどが経った頃に、彼からプロポーズをされた。そろそろ結婚をしたいと思っていたところだったので、彼から結婚を申し出てもらえてすごく嬉しかった。こうして結婚することになった私たち。お互いの親への挨拶と両家の顔合わせを終えて、結婚式も無事に挙げることができた。結婚式にはお互いの友人だったり、同好会の人たちも参列してくれて、私たちを祝福してくれた。その後、新婚旅行に行って夫婦として一緒に暮らし始めた。お互いに仕事は続けていて共働きの状態だったが、新婚生活はとても楽しかった。だが不満などが一切なかったわけではない。それは夫がものすごく仕事が忙しかったことだ。毎日夜遅くまで残業をしなければならず、平日はなかなか一緒に晩ご飯を食べることができなかった。だから、休日くらいしか一緒に食事をとる機会がなかったのだ。仕事だから仕方ないのだが、その部分は少し不満というか寂しかった。それに夫は毎日残業で疲れているので、休日にあまり連れ回したり遠出をするのは申し訳ないなと思って、自分から出かけたいと言えなかった。本当はドライブに行ったり、小旅行的な遠出をしたりしたかったのだが、夫のことを気遣って体を休めてもらおうと我慢していた。それでも記念日などはちゃんと一緒にお祝いすることができていたので、とりあえずはよしとしていた。だが結婚生活を続けていった上で、私はびっくりしたことがある。それは夫の給料がかなり少ないことだ。あれだけ残業をしているのだから、それなりに稼いでいると思ったのだが、驚くほど少なかった。労働時間と給料が見合っていない。完全にブラック企業だ。会社にもっと給料を上げてもらうように頼んだ方がいいんじゃないの？いやいや、そんなこと認められるわけないよ。みんなこんなもんだよ。出世さえできればまた変わるから、俺は昇進することを狙ってるんだ。そうなんだ。昇進できるのはいつ頃なのかという質問はしなかった。いつも疲れた様子で帰ってきているので、頑張っているのは知っていたからだ。だが今はまだ私も働いているから生活は問題ないが、今後子供が生まれたりして私が働けない期間ができた時に、夫の収入しかなくなってしまうのは不安だ。それに、できれば貯金などももっとしていきたい。だから私がもっと頑張っていかないといけないと思った。それから私は仕事にどんどん打ち込むようになった。夫の帰りが遅いので、私も残業を増やしていった。また副業としてEBデザインの仕事もするようになった。もともとパソコンで絵を描いたりしていて、その延長でEBデザインについても勉強していたのだ。実際に教室に通ったりしたこともあったので、基礎は完璧に身につけていた。最初は単価の安い仕事をたくさん引き受けて、実績をどんどん増やしていった。そしてだんだんと単価の高い仕事ももらえるようになり、収入が一気に増えた。正直、ここまで稼げるようになるとは思わなかったので驚いた。これなら安心して、貯金もできて生活をしていけそうだ。このことは夫にも報告した。夫の負担を少しでも減らせられればいいと思ったのだ。マサト、私、実は最近副業をしているの。副業？うん。それで本業と合わせるとそれなりに稼いでるから、マサトも転職とか考えてもいいんじゃないかなって思って、今だと毎日すごく遅くまで働いているのに、給料が労働時間に見合ってないでしょ。この際、転職をしてみるのもありだと思うの。マサトは今の会社にもう10年もいるし、そろそろステップアップしてもいいと思うんだよね。夫は私の話を聞いて、とても悩んでいる様子だった。自身でも現在の仕事について、このままでいいのかと考えていたのだろう。本当に転職をしていいのか？うん。もっと夫婦として一緒にいられる時間が欲しいし。私がそう言うと、夫は嬉しそうにしていて、それから1ヶ月後に会社を辞めた。転職先の会社は、給料自体は今とはそこまで変わらないが、労働環境が圧倒的に良くなったようだ。残業はほとんどなく、定時で帰ってこれるようになり、心身ともに余裕ができているようだった。平日も一緒に晩ご飯を食べられるようになったし、休日もドライブをしたり出かける頻度も増えた。夫婦としていろんなことを楽しめるようになり、私は幸せを感じていた。そんな中、夫がこんな提案をしてきた。なあ、今の部屋は結婚当初から住んでる狭い賃貸だし、この際思い切って家を購入しないか？家？ああ、ちょうど近々建つタワーマンションがあるんだよ。そう言って夫はパンフレットを私に見せてきた。いつの間にこんなものをもらってきたの？不動産屋の前を通ってたら、張り紙があってさ。なんか、タワマンの生活に昔憧れてたなって思い出したんだよ。それから夫は、いかにタワマンに住みたいかについて熱く語り始めた。俺も今の会社ならどんどん出世していけそうだし、のぞみも安定して稼いでるから住めると思うんだよね。確かにここなら会社からもかなり近いし、住みやすそうだね。私自身、副業をする部屋ももっと広い部屋がいいなと思っていた。それに夫の熱弁によって、私自身もタワマンに惹かれ始めていたのだ。そのため私たちは不動産屋に行き、内覧をさせてもらうことに。実際に部屋の中を見ると、思っていた以上に良かった。こんな場所で毎日暮らせたら、すごく幸せを感じられるだろう。そして私たちはタワマンを購入して住むことに決めた。結構大きな買い物ではあったが、それでもタワマンの生活はとても快適だった。毎日穏やかに暮らすことができた。夫もタワマンでの生活が嬉しいようで、いつも上機嫌だ。家がいいと早く帰ってきたくなるよな。そうだね。やっぱり買って正解だったよ。家のローンについては、夫の名義で購入しているので、夫の口座に私がお金を入れていた。そして夫の給料は共有口座に入れて、生活費と貯金に回すようにしていた。家のローンは毎月35万もあったが、早く返済したかったのと、私の今の給料だと支払うことが可能だったのでそのように設定した。それからしばらくは平和で楽しい毎日を送っていたのだが、ある時から問題が起きた。それは義母がやたらと家に来るようになってからのことだ。あら、本当にいい家ね。マサトがこんな立派な家に住むようになって嬉しいわ。ありがとう、母さん。母さんも好きな時に遊びに来ていいからね。義母は昨年義父を亡くして、一人で義実家に住んでいた。そのため最近はかなり寂しい思いをしているらしい。夫はそんな義母を気遣って、そのような優しい言葉をかけた。だがそれを鵜呑みにというか、真正面から聞き入れた義母はそれからというもの、頻繁に来るようになったのだ。お母さんまたいらしたんですか？何？マサトが来ていいって言うから来てるんだけど。何か文句でもあるのかしら？いえ。もともとは優しいと思っていた義母だったが、だんだんとずうずうしくなり、そうやって家に居座るようになった。明日は休日でしょう。だったら、私が泊まっていっても問題ないわね。すでに着替えなども持ってきている義母は、そうやって無理やり私たちの家に泊まっていった。そしてただ泊まるだけならまだ許せるのだが、義母は私に嫁いびりをしてくるのだ。もっとちゃんと家事をやりなさいよ。高卒の低学歴のくせに、家のこともまともにできないの。そんな人がタワマンに住んでるなんて腹が立つんだけど。義母は私が高卒だということをいつも馬鹿にしてきていた。私は片親で育ったため、家にあまりお金がなかった。だから高校を卒業してすぐに働き始めたのだが、義母はそういう事情など一切聞いてはくれず、私を低学歴だと罵った。夫が大卒だから余計に馬鹿にしているようだ。だから、その低学歴の私がタワマンで暮らしているというのが気に入らないらしい。そんなことで目の敵にされても困ってしまう。私は家事は夫と分担していることや、私自身も仕事を頑張ってかなり稼いでいることを説明するのだが、義母はとにかく偏見がひどくて私の話を聞いてくれないのだ。生意気な嫁ね。そうやって調子に乗っていると、いつか痛い目を見るわよ。あまりにも義母の暴言がひどいので、私は夫に相談をしてみた。だが夫から返ってきた言葉は、ひどく頼りないものだった。母さんは古い考え方の人だから仕方ないよ。とりあえず聞き流して。夫は私のために動いてくれなかった。それどころか私に我慢をするように言ってきたのだ。この時、夫はたとえ私と義母が対立しても、私の味方にはなってくれないのだと思った。そして義母はどんどん調子に乗り始め、気がつけばほぼ毎日家に来るようになっていた。ねえ、お母さんが毎日来てるせいで、食費がすごくかかってるんだけど。ええ、でもしょうがないじゃん。母さんは寂しいんだから。さすがに来すぎよ。せめて食費くらい入れてもらわないと困るんだけど。私がそう言うと、夫はめんどくさそうな顔をした。母さんに食費をせびれって言うのか。そんなことさせんなよ。だったら、あなたがもう少し家にお金を入れてくれないかしら。ここに住み始めた時は、あなたは生活費として15万を入れてくれてたけど、だんだん入れてくれるお金が減ってるわよね。最近は7万くらいしか口座に入れてくれてないじゃない。そんな状態で生活費を全部賄えるわけないのに、その上でお母さんが頻繁に来てたら赤字なんだけど。私は正直不満が溜まっていた。だから一気に爆発させてしまった。夫は私が怒ったことに驚いていたが、すぐに逆ギレをしてきた。なんだよ。俺の稼ぎが低いってバカにしてんのか。お前はたくさん稼いでんだから、足りない分はお前が補填すればいいだろ。母さんのことを侮辱して俺のこともバカにしていい加減にしろよな。夫はそう言って部屋に戻っていってしまった。逆ギレをされてしまってはまともに話をすることなんてできない。そしてそんな中、夫は驚きの行動に出たのだった。それはある日のこと。義母がいきなり大きな荷物を持ってやってきた。え、お母さん、その荷物どうしたんですか？はあ、あんた何を言ってるの？今日からここに住むから、大荷物を持ってきたに決まってるでしょ。え、私はすぐに夫を呼んだ。ちょっと、そんな話聞いてないんだけど。私が問い詰めると夫は肩をすくめた。母さんが暮らしたいって言ったから呼んだんだよ。何が悪いんだ？夫婦なんだからちゃんと相談してよ。私がローンを支払っているのに、どうしてこんな勝手なことをするの？たかが35万で偉そうにしてんじゃねえよ。この家は俺の名義なんだから、お前は住まわせてもらってる状態なんだ。夫はわけのわからないことを言い出した。たとえ名義は夫のでも、家賃を支払っているのは私なのに。そして夫と私が喧嘩をしているのを見て、義母は私を追い出せると勘違いしたようだ。低学歴の寄生虫はとっとと出ていけ。あんたなんかいらないんだよ。ここには私とマサトで住むからね。そうやって言って勝ち誇った顔をする義母。わざわざ向こうから出て行けと言ってくれるとは。ありがとう。私は笑顔でそう言って荷物をまとめた。その様子を見て夫は慌て出した。おい、何をしてるんだ？見ればわかるでしょ。家を出る準備をしているの。ちょっと待てよ。本気か？ええ、もちろん。夫の顔はどんどん青くなっていく。俺が悪かったから出ていくなんて考えないでくれよ。もう今更何を言っても無駄だからね。私はあなたが頼れない人だって気づいたの。お母さんと私がいたら、お母さんを優先させる人だってことを理解したわ。だから離婚しましょう。そんな。私がそう言うと、義母がニヤッと笑った。ちょうどいいわ。この離婚届を書いてもらおうと持ってきてたのよ。そう言って義母は私に離婚届を渡した。あら、準備がいいですね。助かります。私は危機としながら離婚届を記入した。その様子を見て義母は目を丸くしている。なんとなく、状況が自分が思っているのと違うことに気づいたようだ。夫はずっと顔面蒼白のまま固まっている。私は自分の分の記入を終えると、離婚届を夫に渡した。あとは一人で頑張って。そう言って私はタワマンの家を出て行った。その後はビジネスホテルに泊まり、すぐに新しい部屋を借りて引っ越した。面倒な手続きなどがいらないので、あのタワマンの名義を夫にしておいてよかったと思う。それから夫と義母から鬼のように着信が来ていたが、すべて無視してやった。すると1ヶ月ほどが経った頃に、夫が職場にやってきた。一体何をしに来たの？頼む。俺が悪かったから戻ってきてくれ。夫は恥ずかしげもなく、土下座をしてきた。そして今までの非礼を詫びた。だが今更もう遅い。あなたはどうせタワマンに住み続けたいから私に謝ってるだけでしょ。そんなの見え見えなの。私出ていく時に言ったよね。一人で頑張ってって。これ以上私につきまとうなら警察を呼ぶから。離婚届ももし出してないなら、さっさと出してね。じゃないと裁判を起こすからね。あなたとしても、これ以上出費が増えない方がいいんじゃないの？夫は私の突き放すような発言に顔を青くしていた。そしてそのままうなだれていたので、警備員を呼んで追い出してもらった。その後、夫は離婚届を提出してくれたらしく、私たちは正式に離婚することができた。結局、元夫はローンを支払えずに家を売ったらしい。だが、差額で1000万ほどの借金を背負ってしまったようだ。実家に戻ろうとしたらしいが、義母がすでに売っていたらしく、二人は結局安いアパートに住むしかなくなったらしい。そして元夫はこうなったのは義母のせいだと、義母を毎日のように責めていて、義母はノイローゼのような状態になって心を病んでるんだとか。そのため家事を一切しなくなり、ただでさえ狭い家なのにゴミだらけで、住めたものじゃなくなってるんだとか。だが多額の借金があってストレスがひどく、元夫も精神的にボロボロの状態らしい。そんな話を高校時代の共通の友人から聞いて、私はざまあみろと思った。一方、私は相変わらず本業と副業を両立させており、貯金も毎月相当な額を貯金できている。しばらく恋愛はいいので、資産を貯めて投資を始めてみようかなと思う。立場をわきまえなさい。だいたいあんなの全部デパ地下で買ってきたものでしょう。そんなわけないでしょう。あなただって私が作るところ見てるよね。いや、俺は見てない。は、絶対に嘘だ。私はこれまで彼の目の前で食事を何度も作ってきた。時には私の調理を覗き込んで、すごいねと褒めてくれたのに、この人は嘘をついてまで義母の肩を持った。この時点で夫婦関係はもう継続不可能だ。今までまずいものを食べさせてすみませんでした。でももう作りませんので、安心してくださいね。え？もう限界だわ。離婚しましょう。私の名前は、のぞみ。大手食品メーカーで働く兼業主婦だ。夫の正人とは2年ほど交際をして半年前に結婚した。私は昔から料理を作ることが大好きだ。だから、どんなに仕事が忙しくても、手料理だけは絶対に欠かさなかった。しかし、これに理解不能なケチをつけてくるのが義母である。しかも義母は私が働いていることなどお構いなしとばかりに、いつでもどこでも連絡をよこす。そして今日も職務中に電話が鳴るのだ。はあ、ちょうど昼休み。出なかったら出なかったでまたうるさいよな。仕方なく電話に出る。ちょっと、のぞみさん。何なのこれは。これと言われましても。今、マサトの家にいるのだけれど。え、勝手に家に入らないでくださいよ。口答えをするんじゃないよ。私はマサトの母親なんだから、いつ私があの子の家に行ったっていいだろう。そこ、私の家でもあるんです。あんたは嫁。いちいち私に盾をつくな。はあ、それで、何ですか要件は。冷蔵庫の中を見たんだけどね。はあ。あんたは嘘つきだね。何のことですか。あんた、マサトに毎日、手料理を振る舞ってるって言ったね。そうですけど。嘘をつくんじゃない。お惣菜ばっかじゃないか。そんなわけないじゃないですか。すべて私が作ったものです。嘘をおっしゃい。もういいですか？お母さん、私が何を言っても信じないですよね。だったら、話しているだけ時間の無駄なので。私はそのまま電話を切った。そして帰宅後、冷蔵庫を確認すると、作り置きしていた料理がすべてなくなっていた。ゴミ箱に捨てられた形跡はない。これは、義母が持ち帰ったのだろう。私はイライラする気持ちを抑えて、夫の帰りを待った。ただいま、今日の夕飯、何？その前に、なんでお母さんに勝手に家の鍵渡したの？別にいいだろ、家族なんだから。あら、そう。じゃあ私も自分の母親にここの鍵渡そうかしら。そんなのダメに決まってるだろ。どうして？他人だからだよ。あなたにとって私の母親が他人なら、あなたの母親も私にとって他人なんだけど。いや、それは違うよ。だってのぞみは嫁に来たんだから。確かに私は嫁いだって形になるよね。だからって勝手に家の鍵渡していいと思ってんの？なんだよ、別にそんな怒ることじゃないだろ。俺の母さんなんだから。そのあなたのお母さんに今日食べようと思ってた料理全部持ってかれたけど。そうなんだ。じゃあ何か違うもの作って。は？母さんはお前のまずい料理を改善するために全部持ってったんだろ。それどういう意味よ？もっと料理に時間をかけてたくさん作って腕を上げろってことだろ。ねえ、なんでそんなこと言うようになっちゃったの？昔は私の料理おいしいって食べてたよね。我慢してたんだよ。で、夕食ないの？あるけど。じゃあ早く出してよ。俺お腹空いてる。私は夫に料理を出さなかった。すると夫はため息をついてキッチンの鍋から煮物を自分でよそり食べ始める。はあ、まず。まあでもまずくても食うよ。それが夫の務めだからな。夫はおかわりまでして私の作った煮物を平らげた。まずいとまで言う私の料理を食べまくる夫。そして私の料理を否定する義母。正直二人の存在にうんざりしている。結婚してまだ半年しか経っていないが、離婚したいと思ってしまう。このモヤモヤする日々をなんとか打開したくて、私は離婚歴のある同僚でもあり、親友でもある舞に相談を持ちかけた。昼休みなのにごめんね。大丈夫だよ。マサトさんのことでしょ？うん。もう私、限界かも。でもさ、まだ結婚して半年でしょ。離婚ってさすがに早すぎるよね。それは人それぞれだからいいんじゃない？うん。ねえ、私の料理、まずい。そんなわけないじゃん。会社で作る試作品だって絶品だよ。ありがとう。ねえ、もう少し離婚を踏みとどまりたいって思ってるなら、なんか趣味見つければ。私の趣味は料理だよ。うん。SNS に料理投稿してみたら？え、なんで？だって、あんたの料理まずいっていうの、その二人だけじゃん。好きなことを SNS に投稿すれば共通の趣味持った人からの反応とかもらえて、自信につながったり、知らなかったことを知れるいいきっかけになるかも。 SNS か。いいかも。ありがとう。やってみる。こうして SNS を開設した私は、毎日作った料理や作る工程を上げると、少しずつフォロワーが増えていった。そして会社が私の SNS をバックアップしてくれることになったのだ。仕事はとても順調で、私はさらに仕事のやりがいやありがたさを感じていた。しかし、そんな私の生き生きとした姿が気に入らなかったのか、ある日、夫は義母を召喚したのだ。遅かったわね。あ、お母さん、いらしてたんですか？私の帰宅を玄関で仁王立ちして待ち構えていた義母。そしてその隣で同じように立っている夫。双子か。お前、最近 SNS 始めたのか？だったら何？お前、ちゃんと立場をわきまえろよな。どういう意味？あなたに美味しい料理なんて作れないじゃない。私、SNS 始めて分かったことがあるんです。私の料理をまずいとこきおろすのって、あなたたち二人だけなんですよね。そもそも、人が手間暇かけて作ったものに対してねぎらう気持ちもなく、まずいって言い放つ方に問題があるんですよね。まあ、生意気な。母さんに口答えするな。謝れ。は、なんで。私は SNS に自分の作った料理を投稿してるだけよ。誰にも迷惑かけてないわ。お前、何言ってんだよ。母さんに逆らったことを詫びろ。あんたたち、私の料理がまずいってはっきり言ってるよね。私も思ったことをはっきり口にしてるだけよ。あなたはうちに嫁いできた分際でしょ。立場をわきまえなさい。だいたいあんなの、全部デパ地下で買ってきたものでしょう。そんなわけないでしょう。あなただって私が作るところ見てるよね。いや、俺は見てない。は、絶対に嘘だ。私はこれまで彼の目の前で食事を何度も作ってきた。時には私の調理を覗き込んで「すごいね」と褒めてくれたのに、この人は嘘をついてまで義母の肩を持った。この時点で夫婦関係はもう継続不可能だ。今までまずいものを食べさせてすみませんでした。でも、もう作りませんので安心してくださいね。え？もう限界だわ。離婚しましょう。は？お前、何言ってんだよ。これまで、私はあなたの体のことを考えながら料理をしてきたつもりよ。それなのに文句しか言わない。もう耐えられないわ。夫は分かりやすく動揺していた。しかし義母は離婚に大賛成だ。いいじゃない。こんな嫁、とっとと別れなさい。大体生意気なのよ。私の言うことなんて全然聞きやしないんだから。マサトなら他に嫁候補はいくらでもいるわよ。お母さんがあなたに見合う人も見つけてあげるわ。そうね。若くて可愛い従順な子がいいわね。若い子か。それもいいね。そういう話し合いは親子二人の時にしてください。いいぞ。お前と別れてやるよ。ただし、慰謝料も財産分与もなしだからな。後から金に困って連絡してくんなよ。絶対にしないから大丈夫。こうして私たちは離婚した。結婚生活はあっという間に終わってしまったが、後悔はしていない。むしろ心は穏やかだ。それから私は一人暮らしを開始した。元夫と別れてからというもの、すべてが順調だった。仕事も新しいプロジェクトが発足し、とてもやりがいがある。ただ、離婚して半年を過ぎたあたりから、元夫が何度か連絡をよこしている。もちろん出ていないが、いい加減鬱陶しくなってきたし、着信拒否にしようと思っていた矢先に、会社の前で見慣れぬ男性から声をかけられた。しかし、私はその声を聞いて即座に元夫だと気がついた。なんで電話出てくれないんだよ。ええ、あなたマサト。まあ、随分とふくよかになったわね。電話に出ないのは当然でしょう。あなたと話すことがないもの。お前は相変わらず強がってんな。は、すっごい気持ち悪いんだけど。だから、そういう強がるところも、憎まれ口叩くところも俺だけが受け入れてやれるんだよな。私、忙しいので失礼します。まあまあ、今日はお前にいい話を持ってきてやったんだ。いらないです。お引き取り願います。まったく、どこまでも素直じゃないな。まあ、でも俺はお前のそういうところも嫌いじゃないぞ。こいつ、気持ち悪い。私は足早に歩みを進める。しかし追いかけてくる元夫。いい加減、うざい。なあ、またお前の飯食ってやるよ。この意味わかるだろう。私はひたすら無視して歩き続けた。おい、再婚してやるって言ってんだよ。お前だってまだ一人なんだろ。素直になれよ。お前のまずい飯たらふく食ってやれるのは俺くらいなもんだぞ。私は腹が立って振り返った。よく言うわ、どうせこの半年間お見合い失敗続きなんでしょ。あんたの母親がいちいちしゃしゃり出てきて全部ダメになってるんでしょ。おまけにあのばあさんの料理でブクブク横に大きくなってたんだよね。お前なんで知ってんだよ。あんた見りゃわかるわ。母さんひどいんだよ。母さんの料理は全部スーパーで買ってきた惣菜だったんだ。だからあんなもん俺に食わせてたんだぞ。何言ってんの。スーパーのお惣菜だって誰かが作ってくれたものでしょ。人様が作ったものにケチつけるなんて相変わらず最低だね。そんなに嫌ならあんたが自分で作ればいいだけの話でしょ。俺はお前の料理が好きなんだよ。は、あんだけまずいって言ってたじゃない。本当はお前の料理全部美味しかったんだ。でも母さんが美味しいって言ったら調子に乗るからって。あんたは全部人のせいだね。そんな人とやり直す。どんな苦行だよ。二度とごめんだわ。今度私の前に現れたらつきまとい行為で通報するから、連絡もよこさないでね。ではさようなら。待って、行かないで。その後忠告したにもかかわらず元夫は私の前に現れた。だから容赦なく通報し警察に連れて行かれた。それ以来彼が姿を現すことは二度となかった。共通の友人曰く体を壊し入院していると聞いたが、同情する気持ちはこれっぽっちも起こらなかった。一方私は会社から私の料理を商品化するという話を受け、このプロジェクトは大成功を収め売れ行きも上々だ。 SNS を始めたことで私の世界は大きく広がった。中には心ないコメントを残していく人もいるが、大半はポジティブなもので私に力をくれている。私は今後もっともっと料理の腕を極めて楽しく仕事をしていきたいと思っている。一体いくらもらったんだよ。ウキウキしながら聞いてくる夫。そして1000万円だよと嘘の金額を言った。え、何買う。ちょっと待ってよ。私が相続したお金だし、そんなすぐに使い道を決める必要なんてないじゃない。私が強い口調で突っぱねると、夫は態度が急変して私を無視してきた。すると翌日、夫は義母を連れて帰ってきた。のぞみさん、聞いたわよ。遺産が1000万も入ったんだって。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫の正人と結婚して5年になる。私たちには子供がおらず、夫婦だけで暮らしていた。私は子供がなかなかできないことに焦っていたのだが、夫は自然にできるのを待とうよと優しく言ってくれていた。そのため私も自然と夫婦で仲良く暮らすことの方に意識が向き、夫とはいい関係を築けていた。5年が経っても私のことを大事にしてくれているので、本当にいい夫に巡り会えたと思う。だがそんな幸せな結婚生活もいいことばかりではない。やはり5年経っても子供ができないということをよく思っていない人物がいた。それは義母の存在だ。義母は最初こそ私に優しかったものの、結婚生活が2年、3年と過ぎていくうちにだんだんと態度が冷たくなっていった。原因は私たちに子供ができないからだ。一体いつになったら私は孫の顔が見られるのかしら。ため息混じりでそんなことを言われたこともあるし、ひどい時はあなたの体が欠陥品なんじゃないのと心ない言葉をぶつけられたこともある。それでも夫が私の味方でいてくれたので、義母から守ってくれて私は必要以上に傷つくことはなかった。そんな中、母から叔母が亡くなったという悲しい知らせが届いた。私にとっての叔母は憧れの人物だった。彼女は若い頃からバリバリのキャリアウーマンで、かつ投資もやっていたことからかなりの資産があるらしい。まあ私の興味は叔母の資産がいくらなのかということではなくて、その生き方だ。叔母は自分が興味を持ったことはとことん調べて知識を深めていくタイプで、いろんなことを知っていた。そして自ら新しいことに挑戦し飛び込む勇気を持っていた。子供の頃の私から見ても叔母はパワフルでかっこいいという印象だった。叔母と会うたびにお仕事の話とか自分が体験したことの話を聞かせてくれるのだが、そのどれもが面白くて、私も将来は叔母のようにたくさんやりたいことをやる人生を歩みたいと思ったものだ。そして叔母はお金をたくさん稼いでいたけど、そういう部分をひけらかすようなタイプではなかった。決して派手なお金の使い方をせず、むしろつつましく生きている人で、仕事関係や自分の成長につながる部分にはお金を使うという印象だ。だから家だって本当にシンプルで一般的な単身者用のマンションに住んでいたし、遊びに行った時に料理をしてくれたが、食材も普通のスーパーで売っているものを使っていた。服だって高いものを何着も持っているというよりは、おしゃれしたい時用に物持ちがいい服を何着か持っているだけで、仕事やちょっと出かける時は基本的に安い服を着ていた。でもなんというかこの人すごいと思わせるようなオーラがあるので、安い服でもバシッと決まっていた。だから服というのは何を着るかというよりも、誰が着るかが大事なんだろうなと私は考えるようになった。こんな風に私の価値観というものは叔母の影響をかなり受けていると思う。今は社会でも女性がどんどん前に出ていっているイメージがあるので、私の価値観はかなり今に適していると思う。でも叔母が生きていた時代は、男より稼ぐ女なんてと疎まれる時代。だから、あいつは調子に乗っているとか、高飛車で嫌な女だ。俺たちを見下しているんだろうとか叔母が思うわけないのに、勝手に決めつけている男の人たちが多かったのだ。周りの職場の人たちはもちろんのこと、親戚たちにもそういう考えの人が多くて、叔母は孤立していた。それに昔の時代は、女は結婚して子供を産むことが一番の幸せであり、それが嫁の務めとかいう固定概念も強かったから、結婚もせず子供も産まず仕事中心の生活をしている叔母は、周りの女性たちからも敬遠されていた。しかし当の本人はそんな心ない声に落ち込むなんてことはなく、まあ私が異端児なのは分かってるわ、と開き直っていた。私は叔母のそんなところもかっこいいと思っていて、会うたびに目を輝かせながら叔母に話しかけていた。私が高校生の時、叔母の家に遊びに行くと叔母が突然驚きの発言をしたことがある。私が貯めたお金やら資産とか、私が亡くなった時にのぞみちゃんに全部あげようかしら。ソファーで一緒にくつろいでいる時に、いきなりそんなことを言われたので私は驚いた。あなたに相続人になってほしいのよ。私は目が点になった。その時は高校生だったし、遺産相続というものもピンときていなかった。それに叔母はまだ50代前半とかだったからまだまだ寿命を迎える年齢ではない。そんな先のことなんてまだわからないけど、どうして急に？すると叔母は自分のことを話し始めた。私は結婚していないし、この年から結婚相手を探すのも難しいでしょ。それに子供だっていないしね。だから私が亡くなった時に私が残した資産を引き継ぐ人がいないのよ。親戚の人たちは私のことを散々バカにして冷たく当たってきたから、そんな奴らには1円も渡したくないの。妹の子だけど、私も自分の子のようにあなたのことを大事に思っているのよ。私は遺産を相続するとかそういう話よりも、おばが私をそんな風に大事に思ってくれていたことがとても嬉しかった。おばさんがそう言うなら私は喜んで受け入れるよ。私はそのように返事をした。正直まだ高校生だからよく分かっていなかったし、こんな口約束の話が何十年先の将来まで有効だなんて思ってもいない。何気ないタイミングで話されたこともあって、それからすぐ遺産相続の話は私の頭から消えていた。それから時が経ち私も大人になって、仕事や恋愛に忙しい日々が続き結婚もした。目まぐるしい日々を送っていたので、おばに会える機会もかなり減っていたと思う。数年前からおばが体調を崩していることは母から聞いていた。私は仕事の合間を縫っておばの入院先に顔を出していたのだが、おばは元気に振る舞って入るものの、やっぱり体が辛そうなのは伝わってきた。その証拠におばはその後も何度か入退院を繰り返すようになった。その都度、私も入院先に足を運んでおばと会っていたのだが、日が経つにつれて明らかに弱っていっていた。だけど笑顔を絶やすことなく明るく振る舞っていて、本当に強い人だなと思った。だがやっぱり体は限界だったようだ。おばは亡くなった後、近親者のみでお葬式を済ませた。でももっとおばと会う時間を作ればよかったなと後悔した。社会人になってから仕事を言い訳にしていたから。休みの日とかにもっと会いに行ってどこかに出かけたり一緒に料理をしたりすればよかった。後悔はいつも遅れてやってくる。そしておばが亡くなって数ヶ月が経ち、まだ気持ちの整理がつかずにいた頃、会社から帰宅した夫から郵便物が届いてると話しかけてきた。届いたのは A4 サイズの茶封筒だ。差出人を確認したところ、なんと弁護士事務所からだった。って、どういうこと？弁護士にお世話になった覚えのない私はびっくりしてしまった。私、訴えられるようなこと何かしたっけ？私はビクビクしながら封筒を開け中を確認。するとそこにはおばの遺産に関することが書かれていた。その瞬間、私はもしかして、と思った。詳細を確認するために弁護士事務所に連絡し、話を聞くことに。その弁護士さんはおばが古くから仕事関係のこととか依頼している人だそうで、おばが亡くなった後の財産や相続について任されていたらしい。弁護士さんの話によると、おばは本当に私を相続人にすることに決めていたようで、ちゃんとした手続きを踏んで書類も完璧に用意していたそうだ。そこで初めておばの総資産を聞かされたのだが、思わず何度も聞き返してしまった。なんとおばの総資産は1億を超えていたのだ。またもパニックになった私は弁護士さんから話を聞いた後すぐに母に連絡した。あんたが姉さんの相続人になるって、姉さんから聞いてたわよ。別に私は2人が納得して決めたならいいんじゃないって言ったわ。まさか母とおばがそんな会話をしていたこともびっくりだし、母の冷静な感じにもびっくりした。いや、でも金額がかなりの額だよ。こんなの宝くじに当たったようなものじゃん。どうすればいいの？せっかく姉さんがあんたのためにきっちり書類まで作って残してくれたんだから、ちゃんと受け取りなさいよ。逆に失礼でしょ。母にそのように言われたので、私はお母さんは妹じゃない、相続しなくていいの？と聞いた。相続はいろいろと大変だからね。ちゃんと書類まで揃ってる時点で私が入り込む隙はないし、あなたが全部受け取りなさい。あ、でも遺産については身内に気をつけなさいよ。例えば旦那さんや旦那さんの家族ね。ほら、よく聞くじゃない。遺産相続の問題で兄弟が喧嘩をしたり、がみ合いや恨み合いがあるって。そんな。私の夫に限ってそんなことはないと思うが、でも義母はそういうことにつけ込んでくるかもしれない。確かに慎重になっておいた方が良さそうだ。後日、夫から、あの書類って何？弁護士事務所から届いてたけど、と聞かれた。私が、ああ、大したことないよ、とごまかそうとすると、もしかして不倫でもしたの？とまさかのことを言われた。なんでそうなるの？違うわよ。だって書類についてごまかしてたから。私はこのままあらぬ疑いをかけられるのはちょっと納得いかないと思い、仕方なく正直に答えることにした。私の叔母が亡くなったんだけど、その時の遺産を相続することになったの。私がそう言うと夫は、マジ？と言って目を輝かせた。私はこの時に夫のこの反応は少し危険だなと思った。私が相続する遺産を自分のお金のように考えそうだ。一体いくらもらったんだよ。ウキウキしながら聞いてくる夫。私は母の言葉を思い出し、正直に話すのは得策ではないと思った。そして、1000万円だよ、と嘘の金額を言った。すると夫は、おお、すごいじゃん。マジで。と大喜び。何買う？いや、それはまだ別に決まってないけど。私は夫の喜び方が怖かった。やっぱり自分のお金だと思っている様子だ。これは絶対に本当の金額は言えないな。普段優しくていい夫と思っていたから、この変わりようにはびっくりした。せっかくなんだから何買うか決めようぜ。車とか買っちゃう。海外旅行に行って高級ホテルに泊まるのもありだよな。そうだ、家とか買ってその頭金にするのもいいな。なんで2人用のもの前提なんだよ。それは相続した私から言うことだろ。ちょっと待ってよ。私が相続したお金だし、そんなすぐに使い道を決める必要なんてないじゃない。しかも大事に思っていた叔母が亡くなったんだよ。お金のことなんか考える余裕はまだないわよ。一旦この話はやめましょう。私が強い口調で突っぱねると、夫は態度が急変して私を無視してきた。休日だったから家にいたのだが、こちらから話しかけても全く反応してくれない。しかも私が晩ご飯の支度をしていたのに、何も言わずに外に出て行ってしまった。LINE を送っても既読すらつかない。まさかこんな風に怒るなんて思わなかったし、夫に対して結構がっかりしてしまった。そして夫は結局その日は帰ってこなかった。すると翌日、夫は義母を連れて帰ってきた。のぞみさん、聞いたわよ。遺産が1000万も入ったんだって。お母さん。なんと夫は義母に対して私の遺産のことを話していたのだ。ちょっと、マサト、どうして話したの？はあ？なんで俺の親に話したらダメなんだよ。お前まさか全部独り占めしようとか思ってたんじゃないだろうな。そういうことじゃなくて、普通はそういう大事なことをベラベラと話すのはおかしいでしょ。いい加減にしなさいよ。本当にあなたは心が狭い女ね。マサトは私に相談しに来てくれたのよ。あなたが遺産の使い道を悩んでるって。どうしてそんな解釈になるのだろうか。いや、別に悩んでいるとかそういうわけじゃ。それでね、私たち考えたのよ。私たちのお家をその1000万円でリフォームして2世帯にするの。どうだ、いいだろ。そうすれば俺もお前も母さんたちもハッピーだ。そう言って嬉しそうに笑う義母と夫。ハッピーなのはお前たちだけだろう。私には不幸の始まりとしか思えない。私キッチンはシステムキッチンにしたいのよね。俺も自分の筋トレ用の部屋とか欲しいな。お父さんには書斎を用意するのもいいわね。そんなことを言って勝手に話を進める義母と夫。そんなリフォーム代とかに使う気ありませんし、2世帯で暮らすつもりもありませんから。私がそのように言うと、義母と夫は怒り狂った。ふざけないでよ。あんたは嫁なんだから決定権はないのよ。そうだぞ。俺の言うことだけを聞いていればいいんだ。お前が大金の使い方が分からずにいるから、俺が代わりに有効な使い方をしてやってるんだ。私はとことん呆れてしまった。私が相続したお金だということを理解していないのだろうか。この夫の態度に私は完全に愛が冷めてしまった。とりあえず今日は帰ってください。私が頑なな態度をとると、義母は鼻息を荒くしながら、本当に最低な嫁ね。と言って帰っていった。夫も、お前少しは頭を冷やせよ。と怒り、そのまま義母について義実家に行ってしまった。私はすぐに母親に連絡。事の経緯を話すとため息をついていた。やっぱりね、お金って人の本性が出るのよね。あんた一旦こっち戻ってきたら。え、その様子だともしかしたらいろいろとトラブルに巻き込まれるかもしれないし。母の言葉はこの前も当たっていたし、私はおとなしく助言を聞くことに。私はすぐに荷物をまとめて家を出て実家に帰った。母も父も夫の代わりように呆れていた。また私が義母から孫はまだかとプレッシャーをかけられたりして若干嫁いびりにあっていたことを知ると、もっと早く相談してくれればよかったのにと言われた。相手の出方次第だけど、でもあんた別れることも念頭に置いておいた方がいいと思うわよ。うん、そうだよね。すると後日案の定、夫から連絡が来た。おい、お前、今どこだよ。私は実家にいるとは言いたくなかった。ビジネスホテルに泊まってるわ。なんでだよ。だってあなた、また何か企んでるんでしょ。そんな言い方するなよ。俺はちゃんと話し合おうと思ってるだけだ。お前がそうやって逃げてちゃ意味ないだろ。じゃあ今話して。何を話し合いたいの？私はあなたの実家のリフォーム代なんて支払わないからね。私がそう言うと夫は声を荒げた。お前またそんなこと言うのか。リフォームはもう頼んでるんだよ。え？だから金が必要なんだ。ちょっと待ってよ。頼んだってどういうこと？勝手に決めたの。お前にも事前に話しただろうが。あれはただの相談でしょ。決定事項ではないでしょ。俺たちにとってはもう決定事項だったんだ。お前の遺産を当てにしてるんだからさっさと金をよこせ。もうここまで来るとたかり屋状態じゃないか。こんな奴らに1円だって渡したくない。いやよ、リフォーム代は1円たりとも出さないわ。はあ？ふざけんなよお前。そんなこと嫁のお前に決める権利はないんだよ。だから嫁を辞めるわ。離婚しましょう。離婚。お前、こんなことで離婚すんのかよ。こんなことじゃないわよ。相当なことよ。でも手遅れになる前にあなたの本性が知れてよかったわ。まだまだ人生やり直せる年齢だもの。じゃああとは弁護士を通してやり取りしましょう。おい。私は一方的に電話を切った。その後は弁護士を立ててやり取りをした。夫は最後まで離婚を拒否していたそうだが、私が裁判になっても徹底的に戦うと弁護士を通して告げると、しぶしぶ離婚を受け入れたようだ。こうして私たちは無事に離婚が成立。元夫はすでに依頼してしまっていた実家のリフォーム代金の1000万円を自分で支払うことになった。私は逆恨みされそうなので、両親と話し合い一家揃って引っ越すことに。こちらは何も悪くないのにとちょっと不服だったが、親も私も実は住んでみたいところがあったので、思い切ってそこへ移り住むことにしたのだ。もともと両親ともに定年までバリバリ働いていたから退職金もすごいあったし、私もおばから投資を教わっていて、それなりに貯金をしていたから、実は全員の総資産を合わせると1億くらいあったのだ。そこにおばから相続した1億を合わせると総額2億を超えるので、悠々自適に暮らせる状態なのだ。私たちはすぐに引っ越しをした。するとそれから1ヶ月ほどして警察から連絡が来た。なんと元夫が売り家となっている私の実家の前で大声で叫びながら暴れていたそうなのだ。きっとリフォーム代を支払わせようと訪ねてきていたのだろう。元夫には接近禁止令を出していたのに、まさかそんなことをするなんて。本当にお金の力というのは恐ろしい。しかし元夫は自ら転落人生を歩んでしまった。というのも元夫が暴れていた時、たまたま夫の職場の上司がその近くに住んでいて、その様子を見かけていたらしい。元夫が警察に連行されていく様子も見ていたらしく、上司がそのことを会社に報告して元夫はクビになったそうだ。今はどうしているかわからないが、無職の元夫が抱えた借金はきっと義両親が肩代わりすることになるのだろう。まあ、無理して自分たちの家をリフォームしたと思えばいいのか。私にはもう関係のないことだし、元夫が困っている方がいい気味だと思う。ちなみに私と両親が移り住んだのはアメリカで、現在は広大な土地のきれいな家で優雅な時間を過ごしている。父の古くからの知り合いがアメリカに住んでいるとのことで、父の友人一家とも仲良くなり、私たちはアメリカでの生活をとても楽しんでいる。私は仕事はリモートに切り替えることができたので、仕事をしてちゃんと収入も得ながら海外での生活を送れている。ここなら絶対に元夫にバレることもないので安心だ。このまま家族仲良く幸せな海外生活を送っていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。